どうも、ウェダックスです。ただいま模様替え中です。なかなか片付きません。今回ですね、このテストベンチ台になると思うんですけど、まあケースの代わりにね、マザーボードを固定できるものですね。アクリルの板となっております。これを購入しました。自分でも作れそうなんですけども、私は不器用なので、こうやって商品があると購入するようにしております。価格は4000円弱ですね。で、スペーサーを裏からネジで留めてて、で、ビデオカードを固定するためのやつも上か、裏から留めるだけっていう簡単な組み立てが必要です。はい。そしてこれを何に使うかってことなんですけども、壁にパソコンを固定したいなとずっと私は思っていて、で、これを壁につけてですね、マザーボードをつけようかと思っております。はい。今のところどうやって壁につけるか、今検討中で、なんとかしたいと思ってるところです。はい。このケースですね。ベンチ台というかケースというか、これをね、壁に取り付けるのに何を使うかって考えて、結果選んできたのが、この鏡をね、壁に取り付けるための金具があります。2つ折り。鏡止めって書いてあるんですけど、これを買ってきました。で、これでこの字にこいつを挟んでやれば、下と横を挟もうかなって思ってるんですけども、はい、2つ折り鏡止め、これでやってみようと思います。はい。はい。どうでしょうか。鏡のやつでつけたんですけど、あんまりガチってつけると基本的に取り外しは考えてないんですけども、まあ取り外せたらいいかなということで、こう上にスライドして取れるようにしました。で、あとは電源とかはもうとりあえずは下この棚の上に置いとこうかと思います。はい、はい、あとは完成に向けてやります。では壁に PC を取り付けました。まあ壁 PC ですね。電源を入れてみたいと思います。電源をつないで SSD、OS も入れてあります。で、ビデオカードをモニターの方へ、ビデオカードじゃない、ビデオ出力をモニターの方へ、電源はインにしてあります。で、もうランプがついてるんで電源が来てるのはわかるんですけども、はい、電源を入れてみたいと思います。はい、BIOS の画面でできまして、今キーボードとマウスを挿してません。が基本的に起動してくれると思います。はい、どうでしょうか。壁 PC できました。基本的にメインに使っていくつもりもあるんですよ、このパソコンを。で、ビデオカードを増設したり、ひょっとしたらマザーボードも変えたりするかもしれません。はい。で、まあ今後何かあった時に説明する時とかにも使えると思いますんで、はい、これでやっていこうと思います。とりあえず壁 PC 完成。ウェダックスでした。早い。